あんまりこの状態のキュウリを食べたことある人は意外と少ないと思うので美味しいです。普通のキュウリの漬物じゃあの歯ごたえは出ないんですよね。なんかもっとなんかパリッてした感じ。普通煮るとグタッてなるのがそのまま歯ごたえが残る。結構煮込んでも残るなと思ってたけど、キュウリもあんなに歯ごたえが残るとは思わなかったんだよ。包丁一時使わない一人暮らしとかそういう方とかがパッて手頃に食べられるようにっていうので作ったんで、そういう方に食べていただきたいなと。